ミーミル、質問してもいいかしら。ヘルに助力を求めたとヒルディス・ビーニから聞いたけれど、プレスベルグとの交渉の話になると濁されてしまって。ああ、あれか。あやつも勝利を確信するまでその話には触れたくなかったんじゃろうな。ミーミル、ヘルの巨匠に何を約束した？ああ、大したことじゃありゃせんよ。ただ隠居したいと言われてな。隠居？ヘルのわしが隠居です？さよう。隠居した後何をするつもりかは聞かんでくれ。わしとてみじんも見当がつかんからの。ヘルをやめるな。そんなことできるの？そのようじゃな。代役が欲しいそうじゃ。いわばあやつになり変わってヘルとなれる存在がな。なりたがる人なんてそうそういないでしょうね。じゃあな。過酷な気候と無限の時に耐え、注意を怠れば区界中に大損害を引き起こしてしまう。信頼できる者にしか託せん役目じゃ。代役を見つけずに奴が去れば大混乱になるじゃろうな。そうね、聞かなきゃよかった。これはガルモトスク。これはクレイトス様。あなた様が成し遂げた偉業は本当ににわかには信じがたいものです。安らかに眠るブロック様もさぞお喜びでしょう。あの方なら愛のこもった不埒な言葉で表現していたでしょうがね。この場にいないのが残念です。ああ、そうだな。それと一つ興味深いお知らせがございます。アースガルズの爆発が世界中の根までをも揺らし、無数の世界の種が落ちてきました。どうかこちらをお受け取りください。お救いいただいたことに対するささやかなお礼です。気にするな。はあ、他には何か？お前さんの別の感情の分身と出会ったんじゃが、落ち着きがなくて名前を聞けんかった。ああ、きっとビビリーですね。どうしよう、なんで僕の話をなんかしちゃった？この前盛り上がってよ。いっ、ああ困ったな。悪口なんてみじんも言ってないでしょ。本当に？ええ、ビビリー、あなたが恥じる必要なんて一切ありません。冒険家の皆様に紹介していただけですよ。ああ、未来に。あれがビビリーです。ではまたお会いしましょう。うるせろ。調理に会いに行く？ああ。あの子怒っているでしょうね。いや、調理。ごめんなさい。あなたをないがしろにするなんて最低ね。信頼を取り戻してみせるわ。分かっている。でももう行かないと。まだやることがあるのよ。ずっとこの子の面倒を見られそうな人を誰か知らない？フレイヤ、見ろ。霞草。
そんな深く。これはまた幻聴かの。アトレウスの友人か。なあ、これはどうも、ロキの親父さんだろ。ラグナロクじゃすごかったな。オイラはスキョルド。住処をなくしたミズガルズの民のまとめ役じゃな。何しとるんじゃ。ああ、オーディンがロキをアースガルズに招いたときにさ、アース神族の効果をあんたが投げ捨てたって聞いて、探してみたらこの通り見事見つけたってわけさ。ところがどっこいハマっちまってて、あんた見るからに強そうだな。別に取る気はないぜ。いいや、お前にやる。いいのか。きっと高価なもんだぞ。ああ、だから探してたわけじゃないぜ。まあでも少なくとも3人の神様が触ったアース神族の工芸品を売りさばけばそりゃ大金にはなる。きっと自分の船も変えて人儲けできるだろうし。好きに使え、健闘を祈る。アンガトな。それとスルーズを見かけたら、あ、やっぱいいや。トールの娘が気になるか。スルーズ、まさかあったのか。父親の土を取り戻したそうだ。そりゃすげえや。心配ない、あの子ならいいことに使うさ。本当にいい子だからな、オイラのお気に入りさ。ああ、そういうんじゃねえよ。男にかまけてる暇もねえだろうし、まあとにかくいい子なんだよ。なんだか暑くねえか。暑いよな。雪も溶けてる。ヨトゥンヘイムなのね。噂にたがわぬ美しさじゃ。お客さんね。アングルボザ、クレイトス、ミーミル、フレイヤ、会えて嬉しいわ。感謝する。アースガルズから救い出してくれたな。ああ、命の恩人に会えて何よりじゃ。本当にあなたが使った巨人の魔法には驚かされたわ。なんとか間に合ってよかった。フレイヤ、あなたのお兄様は偉大だったわ。そうね。アトレウスはお前さんのことを気に入っとるようじゃ。ミーミル、お前さんとて気になっとるじゃろう。あなたは大切な仲間の一人よ。また会えることを祈っているわ。ええ、いずれまた。今はやるべきことがたくさんあるわ。クレイトス、確か前はフェイのためにここまで来たのよね。予言から知ったのか。アトレウスから。安らぐにはいい場所よ。フェイの望みだ。アングルボザ、ヨトゥンヘイムにいる巨人はお前だけか。いいえ、祖母のグリラもいるわ。まあ人付き合いは得意じゃないけど、まだここに残ってる。餌集めを手伝ってもらってるの。お前さんのような孫がいて、きっと彼女も誇らしくてたまらんじゃろうな。まあそうね。いつかはそう思ってもらえたらいいわ。少しずつね。
フレイヤ、ハナだ。ものがあるって言ったでしょ。今のうちに見てきたらどう？大活躍だったね、将軍様。あんたとシンドリがトールとオーディンを殺すとこ見たかったわ。殺していない。まあそうだとしてもそう思っておきたいのよ。大事なのはブロックの仇を撃てたってこと。失ったものが戻ってこなくても意味はあるわ。ちょっと待て、あれはトールの父と奴の娘だ。父様、見てて。おお、頑張ってるな。フレイヤ、見ろ。ここでも花が育つのか。聞こえる？誰か泣いているわ。シンモラ。ああ、スルトの妻じゃ。何があったか話すか。だろうな。するつもりはないそうじゃ。問題ない。ではもう行くとしよう。長居して食われたくもないしな。ならば行きましょう。資源まで戻らずに済んだの。忘れたい記憶と向き合うのはこりごりじゃ。それでも戻ることになったらどうしていた。家に残ったわ、当然な。お前の庭に。ミズガルスの冬の後なら悪くないと思ったけれど、甘かったわ。湿気がないのが救いじゃな。
ち、試練に挑むの？それとも私に会いに来た？やっぱりな、スルトのガントレットにつながっておった。ハイログさん、さてクレイトス、プレイヤーよく戻った。ミーミル、シブ様。プレイヤー、あなたは平時にバナヘイムを訪れた初のアース神族となられたのですね。その通りですな。これもすべてバン神族の寛大な心のおかげです。アース神族が皆オーディンと同じとは思っていない。再建を手伝うならいつでも歓迎する。アース神族とバン神族が共存できるなんて。アース神族に選択肢がないことも手伝ったんじゃろうな。ああミーミル、何百年もあなたの戯言を聞かずに済んで心底せいせいしていたというのに。こりゃまた失礼しましたの。何百年も泣き言を聞かされたのか。追放された方がマシだ。それはもう語り尽くせないほどに。おう、聞かせてくれ。さてと、外交もうまくいったし万事順調そうじゃな。あとは二人に任せていくとするか。では続きを。農場と穀物庫はどこに置く？ははー、アスガルズの一部じゃ。じゃがこいつは地と様子が違うの。違う。ほれ、どうにもきな臭くてな。何でも分析しないと気が済まないの。なんとまた、これは牢獄か。そのようだな。進みましょう。何か見つかるかも。ずいぶん深いわね。下へ向かいましょう。下か。当然アスガルズの牢獄の最下層なら危険とは無縁じゃろうしな。ムンパパラ！よっ！覚えは残念じゃないの。占領下で歯向かうドワーフたちが大勢エインヘリアルにさらわれたが、こやつもその一人じゃろ。ではあるが、位は高くないようじゃな。オーディンは何のためにこやつを捕らえたんじゃ？情報を得るためでしょうけど、得た後に生かしておく必要はないはずだわ。
左におるぜ。突撃したな、エッカオーディンはここに何か隠していたのね。向こうの牢屋に行く方法を見つけましょう。花が誰だ。わからないわ。庭しか知らね。夢見草は枯らさないようにするのがとても難しい花なのに、精一杯努力したみたいね。ならばお前が持っていてやれ。
ほう、シンドリがラグナロクで使っておった音の装置じゃな。まだ使えるかもしれんぞ。テュールじゃろう。ミーミル、友よ、君なのか。紛れもなくわしじゃよ。外が騒がしかったが、もしオーディンに知られれば。オーディンは死んだ。やっと世界が解放されたの。もう安全よ。やつがアースガルズもだ。アース神族の支配に終止符が打たれた。なんとも信じがたいことだ。君は？こやつはクレイトスじゃ。クレイトス、どこかで聞いた名だ。来て、寝床と食事がいるでしょ。いや、今はひとまず今聞いた話について考えたい。悪いが一人にしてくれるか。もちろん。今は世界の狭間に住んでいるの。落ち着いたらいつでも来て。クレイトス、初めて会った気がしないな。時期に思い出すだろう。また会おう。本物なのか。あんなことがあった後では信じがたいが、オーディンなき今疑う必要はないじゃろう。いずれまた会えるわ。必ずね。行きましょう。牢獄の役目も分かったな。ここにいたのは全員オーディンが成りすましていた者たちじゃ。納得ね。成りすます本人にうろつかれては困るもの。なぜ殺さん。生きている方が魔法の効果が高まる。そうじゃ。オーディンにしてもテュールは殺しておきたかったじゃろうが、生かしておく方が使い道があったんじゃよ。この地に戻った真の軍神はこれからどうなる。長く幽閉されていたし、羽を伸ばしたいはずじゃ。お前さんたちも気持ちはわかるじゃろう。
ルール。一人にしてくれ。すまない。いいのよ。フレイは平和な世を成したのか。一応の。この目で見たかった。兄もそう望んだはず。その、申し訳ないが、君の兄を弔わせてくれるか。一人でな。もちろんよ。行きましょう。まだここに。ああ。鎖が解かれている。君たちが。そうじゃ。だが見ての通りじゃよ。逃げられなかったとしても、心のどこかで感謝しているはず。だといいが。私も囚人だった。この生き物や、君のように。クレイトスが君の首を。ああ。体を救えなかったことに腹を立てたか。立てとらんよ。じゃが。ならこの生き物の気持ちもわかるはずだ。うん。一人にしてやろう。何があった？スルトがラグナロクとなり死んだ。彼もようやく安らぎを見出せたはず。シンモラとのことは実に気の毒だ。シンモラなら今も生きているわ。ニブルヘイムを訪れた際、彼女のむせび泣く声を聞いた。嘆いているのだろう。しばらく痛みは消えぬはずだ。君のおかげだな。それは違う。私は世界の終末に独房の壁を刻み、日を数えていただけだ。だが君は故郷に戻り、民の憎しみに耐え、成長の支えとなった。フレイたちのおかげよ。彼らも生き延び、耐え忍んだ。だが女神フレイヤが故郷に戻り、潮目が変わったのには理由がある。この地への君の思い、愛だよ。この世界は君の愛で溢れている。愛が君を強くし、そして皆をも強くし、勝利をもたらした。でもありがとう。なりにならずよかったわい。問題か。いいえ、そういうわけじゃなくてね。スバルト・アルフヘイムでブロックにお別れしに行くところなの。葬儀か。ええ、ニザベリルのヤーブの酒場に来て。ああ、行こう。あいつ人の歌を替え歌にしたんだよ。しかもそりゃもうひどい歌詞でさ。あの歌詞少しは覚えておけばよかったよ。このクズの気づいた書類の山と来たら、でっかい棚がこいつの書類で埋まっちまうほどさ。
金具の霊感鍛造のやり方を20も教えてやったのに、いつだったかこの人に楽に針金を引く方法を教えてもらったら、途端に私のことを弟子って呼び始めてね。根っからのクズさ、寂しくなるぜ。ああ、来たのね。ちょうど送り出すとこよ。多くの者と出会ってきたが、お前は数少ない友と呼べる男だ。この世で一番愚かな男と思っておったが、世界一勇敢な男でもあったな。あなたなしじゃ世界が暗くなるわ。スバルの砂って湿地帯に連れてくのよ。船着き場のそばさ。そこで待ってるよ。もうどうした？着替えればよかったわ。もう服でも縫って、この格好じゃ場違いよ。平気じゃよ。ドワーフの葬式には清掃しろという決まりもないしな。ブロックもしないだろう。そうね。うん、宝石を首に巻きつけていくのも悪くないかもしれんの。髭に金を編み込めば魅力的な生首の出来上がりじゃ。気が楽になった。あそこじゃな。絶対に来るって。弟なんだよ。だといいがな。死は人を変えちまうだろう。来たか。始めるぞ。
愛してるよブロック。シンドリブロックは穴じゃ。何？奪うほど大きくなるものじゃ。光の向こう側にあるのは来世のまた来世ってとこかね。もしそうならあの野郎一悶着起こしてるにちげえね。やつに曹操歌を書いたんだ。歌の名は俗っぽいのにする。あやつもそうしたじゃろうな。シンドリのことは許してやって。あの人も